ついに奴らが現れます。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は東京リベンジャーズの最新話についてお話をしていきたいなと思います。まあ先週はね、最後のあのグシャっていう音が一体何だったのかっていうところだったりとか、マイキーが果たしてサウスを本当に殺してしまうのかっていうところで、そういったところが気になっている展開だったわけなんですが、今回はそれの続きということでね、なかなか衝撃的な展開になっているわけなんですが、まあ今回の233話に関しては、前回の232話について話した動画の中で言っていたように、かなり重要な回になるのでではないのかっていうところで、やはり今回読んでみてめちゃくちゃ重要な回になってるんですよ。それこそサウスがどうなっていくのかっていう部分も含めて、今後マイキーが一体どうなってしまうのかっていうところですよね。まあその辺に関してはこの動画の後半で詳しくはお話ししていこうと思うんですが、第233話、 Better Late Than Never ということで、いつもは iPad でね、アプリで読んでるんですけど、ちょっと今 iPad の充電がなくなっていたので、今日は iPhone を使って読んでいこうと思うんですが、今回のタイトルのこの Better Late Than Never っていうところに関しては、これはもう夜中すでにツイートしたところではあるんですけど、遅れても来ないよりマシだっていう意味があるんですよね。まあ他の意味でいくと、遅くてもしないよりマシだっていうことがあるので、まあ誰かが来るのではなくて、タケミチとかマイキーとかが何か行動をしだすっていうね、可能性もあるんですけど、やはり今回の展開を見てみると、誰かが来るんじゃないのかっていうところでね、やっぱりね、まだこの場に到着してない人物っていうのもいるし、最近のね、公式ツイッターのツイートっていうのもなかなか気になる部分があったりするので、その辺も繋がってくるのかなっていうふうに思ったりもするんですが、すべてはビジョンの通りに、マイキーの拳がサウスを容赦なく撃つということで、まあまずは前回の最後ですよね。あのグシャっていう音が一体何だったのかっていうと、もうストレートパターンでマイキーがサウスの顔面をぶん殴っているということでね、もうまさしくこれに関しては帰る前の血のハロウィンですよ。その時にカズトラを殴り殺していたマイキーの描写とも被ってくるし、サウスがディノを殴り殺した時の描写ともちょっと繋がってくるようなところではあるんですけど、っていうので今回のマイキーの感じを見てみると、もしかするとあの時ディノが原因で、もしかするとサウスの大事な人が命を落としてしまったとかね、そういった可能性もあるのかなっていう風に一つ考えたりもするところではあるんですが、この殴られたサウスですよね。顔がとんでもないことになってるんですよ。もう殴られすぎていて、目がどこにあるかわからないぐらい殴られて顔の形が変わってしまっているっていうところで、めちゃくちゃグロいわけなんですけど、タケミチがね、焦って駆け寄るわけですね。まさしくタケミチが見ていたあのビジョンのようにサウスの元に駆け寄るわけなんですけど、息してねえということで、死んでるっていうふうにタケミチが言うわけなんですね。で、これを見てココがね、かなり驚いているわけですね。嘘だろマイキーということで、めちゃくちゃココが驚いているわけなんですが、っていうのでツイッターで公開されていたあのネームですよね、ココが描かれていたっていうので、あの時のココの表情っていうのは、やはりサウスが死んだとかを見てるわけじゃないんじゃないのかって話をしていたんですが、まさしくそうなんですよね。今回のこのココの反応ですよ。やっぱりマイキーが誰か人を殺した、そしてそれを目の前で見たとなれば、ああいった表情ではなく、今回のように嘘だろマイキーっていう風にめちゃくちゃ顔色を変えてね、完全に驚いている顔をしてるんですよね。っていうので、あのネームに関してはマイキーがサウスを殺したっていうのを目撃したシーンではないっていうことがわかるんですよね。そしてココがみんなに指示をするわけなんですが、戦時はサウスに負けて、そのサウスはマイキーに負けた、東満の勝ちだ、この抗争はこれで終わりだということで、もうまさに東京卍会だった頃のドラケンのような役目をココが果たしているわけなんですけど、これでこの抗争は終わりということで、解散だ、みんな吐けろ、東満もだということで、今すぐここから解散するように促しているんですよね。で、前回思いっきりマイキーにぶっ飛ばされていた拡張ですよ。この拡張に関してはちょっとね、顔の傷がマシになってるんですよね。で、ランが肩を貸しながら、大丈夫か拡張っていうので、とにかくここを離れた方がいいということで拡張をね、連れて行ってくれているわけなんですけど、立てねえやつには肩貸してやれ、みんな解散だということで、もうまさにドラケンみたいな感じですよね。そしてここで明石がマイキーに対して、マイキーてめえそれでも人か、そこまでやる必要なかったろっていう風に叫んでいるわけなんですけど、っていうのでね、明石のいい人さっていうのがここでも描かれているわけなんですが、膝をついている明石に対してマイキーはなんと顔面を思いっきり膝で蹴飛ばすんですよね。もう
無言で蹴飛ばすということで、明石も後ろにぶっ飛ばされてしまうわけですよ。てめえも吹けばいいということで、今にもね明石のことも殺してしまいそうな勢いで近寄っているマイキーなんですけど、ここで竹道が走っていくんですよね。やめろマイキーくんということで、今度は明石とマイキーの間に立ち入っていくわけですね。でめちゃくちゃ泣いているわけなんですけど、こんなのダメだよ間違ってるっていう風に止めようとするんですが、またてめえかっていう風にマイキーがボソッと言いながら思いっきり竹道をぶん殴っていくんですよね。っていうのでもう完全に竹道とは言ってくれないわけですよ。てめえかっていうことで名前すら呼ばないっていうので思いっきり竹道がぶっ飛ばされるんですよね。でその様子を見てココも驚いてるんですけど、このココの表情もやはりネームとは違う表情なんですよね。で今度はココがマイキーに、マイキーもういいだろ解散だっていう風に止めようとするわけなんですけど、さてどうやって死にてえということで竹道の胸ぐらを掴んで竹道を持ち上げるわけなんですよね。でこの瞬間に竹道は昔のマイキーですよね。さてどうやって死にてえって言った後に、なんてねって言ってるあの時のマイキーを思い出すわけなんですけど、なんてねはもうないんだなっていう風に竹道がもう泣いているんですよね。でそのまま何発も殴られるわけなんですよね。そしてサウスの時同様に地面に叩きつけられて顔面を殴られ続けてるわけなんですが、千住が花垣っていう風に叫んでいるわけなんですけど、竹道の顔がねもうめちゃくちゃボロボロになっちゃってるんですよね。っていうので止まらないマイキーの拳、サウスだけでなく竹道もということで次号に続くっていう風になっているわけなんですが、なかなかね展開的にはやばい状況になっているわけなんですけど、まあ、このまま竹道がマイキーに殴られて死んでしまうのかっていうところで、まあ、主人公なわけなので死んでしまったらどうなるのかっていうところではありますけど、まあ、そもそもタイムリープのきっかけっていうのが電車に轢かれて死ぬっていうところだったので、もしかするとここで竹道が命を落とすことによって再びタイムリープするっていう可能性も一つとしてはあるかもしれないんですけど、まあ、今回のこの233話を読んで思ったところとしては、結構ツイッターの方とかではこのままじゃマイキーも竹道も救われないんじゃないかみたいな風になっているわけなんですけど、最近僕が出してる考察的に考えると今回の展開ってそこまで予想外な感じじゃないんですよね。まあ、結構ストレートパターンでサウスがやられて、そのまま竹道もマイキーにちょっとやられかけているっていう状態ではあるんですけど、まあ、このサウスがねそもそも今回本当にやられてるのかっていうところで息をしていないっていうことは言われてるんですが、これに関してはね、あの83構想の時のドラケンに関しても刺されて倒れた瞬間って一瞬息が止まってたんですよね。でもそこからもう一回息を吹き返したっていうのがあるので、もしかするとサウスも今一瞬息止まってるけど次の週とかで息また吹き返すっていう可能性も一つとしてはあるので、まあ、完全に死んだかどうかは今回まだ断定できないところではあるんですが、マイキーがこれでサウスを殺したとなれば、やっぱりフィリピンの時のマイキーと同じ風になってしまうわけですよね。今回のマイキーに関してもサウスをやった後に明石もやろうとしたし、なんなり今竹道をやろうとしているっていうので人を殺すことに何の躊躇もなくなってるんですよね。つまり初めて人を殺した時に何も感じなかったっていうあの時のマイキーとも繋がってくるわけなので、相当展開的にはやばい状況になっているかもしれないんですが、この展開に関してはまさしく前回の動画でも話している内容ではあるんですけど、マイキーがこのままサウスを殺したりとか、それこそ今千住が花垣っていう風に叫んでいるわけなので、千住がこのままマイキーに立ち向かっていくっていう可能性も一つとしてあるわけですよね。っていう風に考えてみると、そのまま千住がやられてしまうっていう可能性があるので、マイキーが千住を殺してしまうとかなった場合、その後のマイキーですよね。やっぱりその後のマイキーっていうのは全部を壊した、全部を失ってしまったっていうので自ら命を落としていく可能性っていうのがやはり高くなってくるわけですよ。それに関しては前回詳しくお話をしているところではあるんですけど、やっぱり今までの未来のマイキーとかを考えてみたら、壊すしか脳がない状態になっているマイキー、そのマイキーっていうのはその後に命を落とすっていう展開があるので、今回の三点戦争のマイキーですよね。まずはサウスを殺した、そしてその後に誰かを殺していくっていう展開があるのであれば、その全てを壊し終わった後にマイキーは自ら命を絶っていく、それによってマイキーがこの三点戦争で命を落としていくみたいな展開になってくるとすれば、その後の展開ですよね。今回ね、明石がマイキーに訴えかけているっていうので、やっぱり今回の明石の行動からしてもマイキーがこのまま悪い大人になろうとしているのであれば、マイキーを潰す、マイキーを止めるっていう風に言っていたあの発言は本物だったんだなっていう風に分かってくるわけなんですけど、
だからこそここで千住が命を落とす、マイキーが命を落とすってなった場合に明石がトリガーになる可能性っていうのがやはり高くなってきてるんですよね。っていうのでまさに今回のこの展開だからこそこの後に武道がさらに過去に戻れるっていう展開が見えてきてるんですよ。っていうので結構僕個人的には今回は絶望だけではなくてその先の希望が少し見えてきた状態なんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。そしてやはりもう一つ気になるところといえば今回のタイトルですよね。Better late than never ということで、これに関しては最初も言いましたけど、遅れても来ないよりマシだということで、つまりこのタイトルを考えてみると、遅れて誰かが登場するっていうところなんですよね。やはりこのタイトルってところに関しては、次の週に回収されている回っていうのもあったりするので、それこそドラケンが撃たれたっていうところで、ブルズアイですよね。ブルズアイっていうタイトルの次の週にドラケンが撃たれていたことが判明して、やはり銃が命中していたっていうところに繋がってくるわけなので、今回の遅れても来ないよりマシだっていうところに関しては誰かが来るっていう風に考える方がそれっぽいわけですよ。じゃあ誰が来るのかっていうところで可能性として一番高いのはイヌピーですよね。イヌピーに関してはロカラタンダのやべえ噂っていうことを知っていた、そしてそれをドラケンに伝えたっていうのがあるので、イヌピーもやっぱり遊園地には来れるはずだったんですよね。今回のタイトルの意味でもある遅れて来るっていうところにつなげるのであれば、イヌピーの登場っていうのが一番可能性が高くなってくるんですよね。っていう風になってくるとイヌピーだけで来るのかっていうところも気になってくるわけですよね。こんだけ遅れてきてイヌピー一人で来るってなったら、いやお前何してたのっていう風になってくるわけなので、じゃあやっぱり東京卍会のメンバーを連れてきてるんじゃないのかっていうところだったりとか、タイジュを連れてきているんじゃないのかっていうところですよね。その辺とかも気になってくるところではあるんですけど、もう一つはココのネームですよね。このココのネームについても動画を出したところではあるんですが、その時の動画のコメントでマガジンの発売前にネタバレを見たっていう数名の方から、今回のココのネームは武道が殴られてるのを見てる表情だよみたいなコメントをいただいたんですが、今回の本誌を見てみるとどう見てもネームのココっていうのは描かれてないんですよね。でしかもネームが公開されたタイミングっていうのを考えてみると、タイミング的に考えても次の週のマガジンに載るっていうのは相当可能性としては低いと思うんですよ。だってあれ公開されたのは確か木曜日か金曜日ぐらいなので、そのタイミングで考えるとね、マガジンが発売されるのが水曜日っていうのがあって、そうなってくると本屋さんに来るのが遅くても火曜日には来てるはずなんですよね。っていう風に考えたら全国への発送とかもあるので、遅くてもおそらく日曜とか土曜とかにはこのマガジンの本誌っていうのは完成してないといけないと思うんですよ。っていう風に考えてみると、その前日とか前々日とかに次の週のマガジンの内容がネームとして公開されるかって考えたら、それは可能性として低いと思うので、やっぱりここの表情に関しては今回の本誌の内容ではないっていう風に考えることもできるし、今回ねココが結構描かれているわけなんですけど、その描かれているどの表情を見てもあのネームの表情と被っているシーンはないので、やはりそう考えてみるとこの後に関東卍会の回想シーンが来る、もしくはイヌピーの登場っていうところですよね。解散しようとしているところにイヌピーが来る、その出来事によってココが驚いているっていう風に考えると全て繋がってくるところでもあるので、今回のタイトルの意味とも繋げてみると、やはりイヌピーの登場っていうのは結構可能性として高くなってきたんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。まあもちろん僕の中ではね、このタイミングでドラケンが出てくるっていうのが一番激アツな展開ではあるんですけど、今回のタイトルの遅れてくるっていうところとつなげて考えると、別にドラケンが今来ても遅れてくるっていう意味にはならないので、ちょっとドラケンが来るっていう可能性は今回のタイトル関連でいくと低くなってくるのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。っていうので今回のタイトルの意味とかも含めて、次誰が来るのかとかその辺とかも含めて次回この動画でどんどん考察していこうと思うので、よかったらそちらの方もチェックしていただければなと思います。はい、ということで今回は東京リベンジャーズの最新話についてお話をしました。ぜひね、皆さんの気づいたところありましたらコメント欄の方で教えていただければなと思います。ということで今回動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。